聖、ウィリブロルドは、キリスト教の聖人であり、伝道者である。フリーセン地方の伝道者で、ユトレヒト発の司教を務めた。ノーサンブリアに生まれ、現ルクセンブルクのエヒタナハで没した。ヨーク近くのリポンの修道院で、聖、ウィルフリッドに教えを受けた後、アイルランドで修道士としての生活を送り、その後、他の修道士たちと共に、フリーセン地方に伝道のため派遣された。695年の11月21日に、教皇セルギウス3世からフリーセンの司教に任ぜられた後は、伝道者を育てるべく、ユトレヒトに修道院を建てた。また教会を建て、そこで礼拝を執り行った。698年には、エヒタナハに修道院を建てた。この領地は、ダゴベルト2世の王女、ウィルミナから寄進されたものだった。ラッドボットがフリーセンの王となってからは、ウィリブロルドは立ち退かざるを得なくなった。この王は教会を取り壊し、異教の寺院や祭殿を建てて、多くの伝道者を殺した。ウィリブロルドと共に布教をしていた修道士たちは、北の方へ逃げたが、デンマークとヘラルゴランドでは、成果は得られなかった。ラッドボットの死後、ウィリブロルドは719年にユトレヒトに戻り、聖ボニファティウスの助力を得て、布教活動を再開し、結果数えきれないほどの人々が改宗した。一方でエヒタナハの修道院にも頻繁に足を運んだ。ウィリブロルドは多くの奇跡を行い、病人の治療もしたと言われる。特にハンチントン病や痙攣性の病気の患者を数多く治した。そのため、こういった病気の守護聖人となっている。没後はこの修道院の礼拝堂に埋葬され、それとほぼ同時に列聖され、エヒタナハは巡礼の地となった。神学者アルキンによれば、奇跡がここで何度も起こっている。また、一部の聖遺物が他の教会に渡ったものの、大部分は修道院に留め置かれ、1031年の10月19日、新しく建てられた聖堂の主祭壇の下に収められた。後にこの聖堂も取り壊され、新しい聖堂が1868年に建堂された。エヒタナハのバジリカ聖名祝日は11月7日だが、イングランドではレオ8世の命により11月29日に行われる。聖ウィリブロルドの姿をまさしく伝えるものはあまり残されていないが、パリの国立図書館には、彼の福音とされるものが残されている。布教の際アイルランドから持ち込んだものであると考えられている。1906年の6月4日にはサンピエトロ大聖堂からの聖遺物の遷移式が行われた。この時に踊りによる行進が始まり、正装の5人の司教や2人のスイス人衛兵をはじめ1万5,000人を超える人々が踊りながら行進したと言われる。一方で、この踊りの行進は、すでに8世紀に始まっていたとも、14世紀のペスト、災害、戦争といった社会不安の中で、神への祈願をする人々の中から始まったとも言われている。AB カトリックエンサイクロペディア、ストリート、ウィラブロードハット AB 上田茂夫、ヨーロッパの祭りと伝承講談社学術文庫、1999年、211から218ページ。シュトゥーディアン・ユー・ミシーランガン、1906、551。ありがとうございます。